はい、マノチです。よろしくお願いします。ドラベースやっていきましょう。昨日の続きからやっていきます。今日は取りだめになります。くっそーエモルメ、決勝で必ず倒してやるぜ。あんな効かない手でシルに勝つなんて卑怯者、許せない。お待たせいたしました。江戸川ドラーズ対北海スノーフォックス、まもなく試合開始です。キツネだろうがタヌキだろうが絶対勝つ。この試合のゲスト解説は山寺ベアーズのキャプテンポコエモンさんにお越しいただきました。よろしく。あいつまた現れやがった。ついにドラーズのユニフォームを着れたにゃ。嬉しいにゃ、似合ってるぜ。ミケエモン、ボール取ってよ。任せるにゃ。どこ投げてんの。下手でごめんにゃ。スノーフォックスのベンチまで転がっちゃった。はい、あ、どうもありが。ひぃ、大変だ。向こうのベンチを見ろ。先行スノーフォックスのオーダーを発表します。1番キャッチャーグリエモン。グリエモン、これは驚きました。どうやら友人対決になりましたね。グリ、本当に、あれ声が出ない。本当にグリエモンなのか。なんでこんなところにいるんだ。元チームメイト同士の対決、今プレイボールです。今プレイボールのサイレンが真夏の空に鳴り響きます。しまっていこうぜ。グリ、本当に久しぶりだな。元気だったか。懐かしがってる暇はないと思いますよ。多分勝つのは僕の方ですから。いや、これさ、すげえ読んでてドキドキしてたのが原作で、グリ嫌なやつになっちゃったのかなみたいなさ、そんな感じで多分ドキドキした人は多いと思う。ドラーズで一番打率の低かったグリが一番バッター、楽勝だぜ。グリの知らないヒロシのフォークで脅かしてやれ。悪いな、グリ打ち取らせてもらうぜ。任せとけー、守備だけはうまい。本当に守備名人だな。入った。昆虫、いや、甲虫園球場最上段。この甲虫園球場が読みにくいんだよな。あの腕の力は何だ。グリがホームランなんて打てるわけない。何か秘密道具を使ったんだ。確かに野球の上手い人の能力をコピーする秘密道具もありますからね。でも指定された道具以外のものを試合で使えばすぐに見つかりますよ。審判の目はごまかせません。この新しく手に入れたパワーさえあれば勝てる。どうしてもこの試合に勝たなくてはならないんだ。やった、スーパーネズミグラの誕生だ。このグラを学会に発表すれば科学者として認められるぞ。今まで失敗ばかりでみんなにバカにされていたけど、これで見返してやれる。わ、停電。チュー。グラ、どこだ、大丈夫か。ギャッ。グラ、チューチュー。グラが盗まれた。チューチュー、待ってくれ、グラを返してくれ。ドラーズのみんなと別れてここまで、ここはここはギャーギャーニャーに、このままじゃ永遠にためロボットだ。紙飛行機、何か書いてあるぞ。これは一体どういうことだ。どうしてドラーズと戦わなくちゃいけないんだ。え、このパワーは僕がグラに与えたパワーだ。それが僕にも。1回裏ドラーズの攻撃。この大会ナンバーワンの俊足トラえもんが塁に出ました。トラが出たぞ。
星がグリなら盗塁も楽だよ。ドラえもん、投球と同時にスタート。これは楽々セーフか。アウト、アウト。トラが刺された。あいつとんでもないパワーを身につけたようだな。上等だぜ。なかなかやるじゃないか、グリエモン。期待以上だよ。エモル、どうしてグリエモンを出場させたんだ。奴にはドラーズのデータが全て記憶されているからさ。それにしてもこんなにパワーのある選手だったとはね。こいつが僕の代わりに入ったチビエモンか。こいつだけはデータがないから要注意だ。それにしてもど真ん中を2球連続見逃すとは。これで三振だ。必殺技決めた。え、チビが必殺技。必殺スイカ割り。こんなシーンあったっけ。覚えてない。これはボテボテのピッチャーゴロです。なんだよ、脅かしやがって。セーフ、セーフ。あー、早い早い、セーフです。なんだよその打ち方は。なんか今日あれだな、クロエモンの声が出ない。めちゃくちゃな打撃理論だ。チビさんにデータは通用しませんよ。だって何も考えてませんから。よしチビ、思いっきり走れ。おいおい、いくらチビが速くても刺されるぞ。ここで鈴エモン送りバントだ。これはうまくサード前に転がりました。セカンドは無理だ、ファーストへ。アウト。よし。ああ、これは予想外。チビエモンすでにサードを回っています。なんて足だ。いけるぞチビ、走れ。あれ、滑っちゃった。雪だ。今は夏だろ、この雪は。なんだ。これから北海スノーフォックスの野球が始まりますよ。真夏の甲子園中園球場に突然雪が降り出しました。おい、本当に雪だぞ。これは一体どういうことだ。精霊呼び出し腕輪を使って雪のせいに雪を降らせてもらったのです。ドラーズ、元チームメイトのグリエモンとの戦いに苦しんでいます。雪の中で野球なんてできるもんか。アウト。よくもやったな。はしゃいでいられるのも今のうち。スノーフォックスの野球はこれからです。さあチェンジ、スノーフォックスの攻撃です。マウンドが埋まっちゃってるよ。う、まともに投げられないよ。しまった、バントか。うわぁ、セーフ。あ、早い早い。スノーボックスは雪の上を雲なく走っています。雪の多い北国で育った彼らの足腰は波じゃありません。これこそスノーボックスの最大の武器です。くそー、こんなところで負けられるか。ドラーズと戦うのはやはり辛いです。でもドラーズを破らなければネズミのグラが帰ってきません。チューチュー。ドラーズに勝てば約束通りネズミは返してあげるよ。どんな手を使おうがドラーズには消えてもらうぜ。やっぱりグリエモンはエモルの罠にかかっていたにゃ。ちょっとトイレに行ってくるにゃ。グリさんにあのネズミが戻ればドラーズと戦う理由がなくなるにゃ。そうすればドラーズが勝つチャンスがやってくるにゃ。でもエモルキャプテン怖いにゃ。あれはまだ僕がフライヤーズにいた頃にゃ。おい、ミキエモン、江戸川ドラーズというチームに潜り込んで
チームを潰してきてくれ。にゃにゃ、今どんどん強くなっているチームだ。うちが優勝するには邪魔なんでね。もし失敗したら二度とチームには戻ってくるな。そうにゃ、僕はフライヤーズが大好きにゃ。追い出されたくないにゃ。役に立たないやつはチームにはいらないんだよ。もう役立たずとは言わせないにゃ。エモルキャプテン、なんだそのユニフォームは。さてはドラーズに拾ってもらったというわけか。そうにゃ、今はドラーズの一員にゃ。そのネズミをこっちに渡さないとこれを投げつけるにゃ。わあ、あれはくすぐりのみヤゴ。たかられたら笑いが止まらなくなるヤゴ。おいおい、そんなことしていいのか。仕方ないにゃ。え、ミキ、俺のリーチの長さを忘れたのか。ただじゃおかないヤゴ。本物はここにゃ。逃げるにゃ。チッ、ネズミを取られちまった。エモル、諦めろ。クソ、ミケのやつ覚えてろよ。ここまで逃げてくれば大丈夫にゃー。さあグリセのところで帰るにゃ。チューチュー。また出ました、クリエモ。今度は満塁アーチです。これで7対0。ドラーズちょっと点を取られすぎましたね。クロさん、ごめんなさい。どうしてもグラを取り返せなくてはならないのです。チュチュー。グラが帰ってきた。チュー。これでもうドラーズ戦わなくていいんだ。グリ、ナイスホームラン。これでドラーズに勝てるべさ。大したチームじゃなかったのにここまでやれるのはグリのおかげだよ。ありがとう。そうだ、僕はグラのことで必死になっていて、スノーフォックスの一員であることを忘れていました。おいグリ、すごいホームランだぜ。でも次は抑えるからな。スノーフォックスだって負けません。ようやくチェンジです。ドラーズ内、もはやグラウンドで遭難状態です。辛すぎる。早くこの雪をなんとかしよう。こっちも精霊呼び出し腕輪を使って雪を蒸発させてやろう。火の精霊出ろ。さあ来いクリエモン、今度はこっちが反撃してやるぜ。2回裏、ドラーズの攻撃は4番レフトエーモンド。僕のデータによるとエーモンドは外角のカーブには手が出ないはず。来い。任せろ、その外角のカーブが来るって分かってんだもん。打てるよ。何か必殺技が使えるんです。使いました。それが何か問題でもございまして。あー、びっくりした、アウトかと思った。はい、ヒット打ちましたよ。はい、さすがの A ランク。バーベキューインパクト、やったぜ。エーモンドの必殺技でドラーズついに1点を返しました。エーモンドのやつ、こんな打ち方を編み出していたのか。俺を甘く見るなよ。前の俺とは一味違うぜ。そしていよいよ対決です。5番サード、クロエモン。そうか、僕のいない間ドラーズはみんなレベルアップしていたんだ。もはや僕のデータは通用しないわけか。ならばクロさん、全力で戦います。望むところだぜ。おや、グリエモン、プロテクターを外しました。まさか。なんとマウンドへ上がります。グラと同じパワーが今の僕にはある。そのパワーさえあれば。早い。草野球大会カブトムシカップ、
江戸川ドラーズ対北海スノーフォックス、優勝候補に名前の上がっていたドラーズですが大苦戦です。グリさんってもともとあんな帰りだったのかにゃ。全然違うよ。試合中に勉強してるし、キャッチボールもまともにできないし、なんかいつも影が薄いし。わ、なんだあれは。あんな小さなネズミがバットを持って応援してるぞ。なんて力だ。そうか、あの力はきっとグリの生物研究所での成果だ。ドラーズを離れてからあいつは必死に研究して頑張ったんだ。グリエモン、大したやつだぜ。俺たちだって頑張ってきたんだ。打った。ファール。グリ、すごい球だぜ。でも俺たちは負けるわけにはいかないんだ。白エモンのファイターズを破ったあのエモルってやつをどうしても叩きのめしたいんだ。やっぱりドラーズは黒エモンが要注意だな。黒だけじゃない、全員がレベルアップしてるんだよ。俺たちフライヤーズが優勝するにはやっぱり邪魔なチームなんだよ。連続ファール、粘ります。黒エモン、こんなすごいバッターだったとは。敵になって初めて分かった。そういえば僕に野球を教えてくれたのは黒さんでした。いやー、ここいいんだよな、このシーン好きだな。人数は足りないんだ、一緒にやろうぜ。私が野球なんてできるわけありません。いいから来いよ。これがグローブ。よし、軽く投げてみろ。こうですか。キャッチボールは野球の挨拶みたいなもんだ。挨拶はこんにちはとかおはようであって、ボールを投げてするものではないと思いましたが。分かった、行くぞ。ようこそドラーズ。痛い挨拶ですね。ライト行ったぞ。わ、こんなの取れるわけありません。グローブに当たった、惜しい。すいません、僕のエラーのせいで負けてしまって。いいんだよ、それよりまたやろうぜ。あのもう少しキャッチボールやりませんか。ボール。グリエモン、これは力が入ってか高めに外れました。投げること、打つこと、野球の剣は全て黒さんから教わりました。あのグリエモンとここまで勝負できるとは思わなかったぜ。全力で戦います。高知中園球場、上空は黒い雲でいっぱいです。どうやら今度は秘密道具のせいではありません。さっきの雪は左が天気おかしくしたんだな。行きます、黒さん。来い、グリエモン。グリエモン。おい、投げられるのかよ。雷打たれながら投げられて、さらにパワーアップしたのかもしれません。誰の声ですか。あれ、力が入りません。あれ、この球は元のグリエモンだ。ストライク。グリ、大丈夫か。雷は大丈夫ですが、もうピッチャーは無理みたいです。僕の力はこのネズミのグラをパワーアップさせる機械によって作られたものだったのです。それが今の雷で元に戻ってしまいました。何をやってもダメな元の僕に。だからピッチャー交代してください。何言ってんだよ。お前のおかげでここまで来れたんじゃないか。グリ、打たれてもいい、思いっきり投げるべさ。バックに俺たちがついてるぜ。一人一人で全力でドラーズと戦うべさ。みんなありがとう、頑張ります。ドラーズ打線ついに爆発。力のなくなったグリエモンを攻め続けます。得点はついに7対7の同点。7回最終回、ドラーズの攻撃。5番サード黒エモン。
クロさん、下手くそですが、僕はあなたに教わった野球が大好きです。いった、打球は高々とレフトスタンドへ。エドガードラーズ、さよなら勝ち。素晴らしい試合でした。この後ね、この後のシーンがいいんだよね。この後のシーンが好きなんだよ俺。さあみんな帰って、もっともっと練習だ。おいグリ、ここだ。ドラーズの皆さん、キャッチボールやろうぜ。いやーもうね、キャッチボールやろうぜね、ここまでもう名言になるのはね、サザエさんの中島くんぐらいしかいないわ。野球やろうぜだったわあれ。グリ早く帰ってこいよ。グリ元気でな、待ってるぜ。どうやらドラーズは僕と試合したいみたいだね。受けて立つぜクロエモン。いやーやっぱバッティングのミニゲーム入るとポイント入んねえな、なかなかな。誰鍛えましょうかね。守備力上げとこうかな、60にしましょうか。パワー30、40ぐらい持ってっていいかな。まあ4番ということで、あーちょっと待ってよ、これはやめるわ。やっぱなんかちょっと若干こうクロエモンとの差はつけたいんだよな。ヒョロか、まず守備力上げて、はい、ピョコエモン守備力マックスにしちゃいましょうか。ヒロシ変化マックスになっちゃったんだよな。守備なんとなく上げておこうかな。あ、なんか意味ない気がする、やめよう。結構ポイントが余ったな。クロエモン、うーん、まあ主人公ということでな、こんぐらいはしといてもいいかな。オール S までいくとつまんないんだよな。オール S は後にミカちゃんの何でしたっけ、ゴリラ化計画の時に取っときたいね、オール S はね。はい、こんな感じで。はい、今回はこだわりましょう。今回はまあちょっと取りだめだったんですけどね、明日から第10話やっていきたいと思います。では、終わりましょう。終わり、バイバイ。